出かけるもん。ワクワクですもん。腕が鳴るね。だ、行ってきまーす。お待たせ。お宝回収。腕が鳴るね。たっ、ほっ、行ってきまーす。お待たせ。手加減なしで行こう。こんなやつ夕飯後でもらって。アンカーショット。急いで拾いましょう。もはっはっ忍者だよね。やっはっ、ぐるぐるー、勝った。やっはっ、伝わってくる。ああ、今のも俺も同じ気持ち。レックス、そうかい。よし、次も頑張っちゃうぞ。いただき。船旅楽しんでこいも。世界中、こんなに近くで見るのは初めてだよ。俺もここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだろう。ねえ、ホムラ、ホムラに、ん、逃げて、レックス、ここにいちゃダメ。逃げろって、どうしたんだよ、いきなり。
したんだあいつ突然。ホムラ、みんな、ここです。大丈夫？ええ、私は大丈夫です。みんな無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。もも見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの町は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、ん？今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか見間違いじゃないのかい。見間違いじゃないですもん。ふわふわーっと動いてましたもん。ふわふわとか人玉だったりして。よしなよ、そういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって。あれ、ホムラは？え？ホムラがいない。え？さっきまでそこに。ホムラ？ホムラ？呼びました？うわあ！何やってんだよ、やめろよそういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや別に。くそー。おお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。おが出るかなっと。
よっと。
だ。相手にとって不足はないようじゃな。ガッ！もう！やっ！レックス、気をつけて！やっ！いや、まだまだ！やっ！急いで、助けてください！やった！ほら、だって、男だろ！いや、あれは！さらに、なんか力に戻る強いね！ナイスも！やっ！いけるいける！パワーチャージ！もっと心を変わる！ダブルスピンエッジ！ヒーリングフィロー！このまま気を引き締めていきます。勝った！心強いね。やっ！ここはヒロインを交代する。ブレイブ、今距離が！ナイスも！だよね。ももも！あれ！リズムアマーブレイカー！ストーンブレイカー！キズナッチ上昇！心強いね。オロベモ！いいじゃん！グリアン！コンセントレーション。ほら、ヒメリングハイラー、よろしくお願いします。バッシュ、キメキメクロボー、グラッチ、全力で行こう。ほら、グラッチ、ダブルスピンエッジ。さあ、俺も同じ気持ち。アンカーショット。あっ、いいじゃん。大丈夫ね。サンキュー。グラッチ、急いで拾いましょう。このまま気を引き締めていきます。心強い。はっ、助かる。バッシュ、ドリル、ヒーリングハイロー。はっ、ジャガー、スクラッチ、今です。回復しましょう。崩れろ。ナイスも。だよね。パワーチャージ、勝った。バッシュ、私たちの思いは一つ。はっ、ダブルスピンエッジ。やっ、イーグルアイ。はっ、いいじゃん。ジャガー、行くよ。ホブラ、はい、レッツ。いいね。バーニングソード！これも見せるもん。私たちに近づく。ヒーリングハイロー！コスモス、ヒロインを交代します。ストレイク！ナイスも！やっ！バタフライ！ストレイク！トリガー！急いで決めましょう。負けるかっての。次もトラにお任せだもん。よっと。よっと。たっ。おめでとうございます。こっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方にたどっていけばここから出られるかもしれないですね。待ちな！この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。ん？そのブレイド、水玉色のコアクリスタル。なるほど、噂は本当だったか。噂って何のことだ。ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしても、まさかお前のような小賊っ子がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ。
小僧、天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを。誰が渡すもんか。威勢だけはいいな小僧。ユウ、ゾウ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。任せてくれっす、おやさん。可愛がってやるぜ、お嬢ちゃん。行きましょう、レックス。怪我しないうちに降参した方がいいぞ。ブラインドエリア、
したどうした、天の聖杯じゃないのか。この感じ違う、この人もしかして。そんなもんか、お前の力は。なら見せてやるよ、俺とホムラの力を。避けた。足りめえだろ、遅すぎてあくびが出ら。ならこれでどうだ。レックス待って、力を送るのが追いつかない。もう逃げ場はないぞ、くらえ。え、終わりだ小僧。小僧、お前ドライバーになりたてだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ、ほんと何が。俺の名はバンダム、この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵、ついてこい。天の聖杯の力楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。あ、何なんだあのおっさん。